ターボアープターボアープは、スクラッチのモッドで、スプリクトの実行をより高速化させるためにプロジェクトを JavaScript にコンパイルさせるものである。フォークフェラスを作成した、スクラッチャーのガーボーマフィンによって作成された。https://turboarp.org スラッシュスクラッチのプロジェクト ID で、スクラッチのプロジェクトを ターボアープで実行することができる。で、https://scratch.mit.edu/.projects/.403816235/.https://turbowarp.org/.403816235/.turbowarp では、このようなプロジェクトが実行されることが多い。 プロジェクトを JavaScript で高速化させている。また、画面の描写をきれいにすることができる。サイトの機能は自分で選択することが可能になっている。例として、基本的な機能を挙げる。通常スクラッチでの f p s は30だが、6 0 f p s でスクリプトを動かすことができる。ただし、この機能を有効にすると、ほとんどのプロジェクトが正しく動作しなくなってしまう。 スプライトの動きを保完することで、プロジェクトをより高いフレームレートで動作させることができる。60fps とは異なり、2倍の速度で動作しない。この機能は、特にペンを使用するプロジェクトには、使用しない方が良い。ペンをより高い解像度になる。また、レンダラーでの丸め処理が一部無効になる。スクリプトが長いループに陥っているかをチェックする。 ループが終了するまで動けなくなることを避け、低いフレームワークで実行することで、ほとんどのクラッシュを修正する。スクラッチのクローンが300個までしか作れない制限を解除する。スプライトをスクリーンの外に出すことができるようにする。また、大きさを制限なしに設定できるようにする。音などのプロジェクトを壊す可能性の低い様々な制限をなくす。 ステージの大きさを好みのサイズに変えることができる。ターボアップのコンパイラを無効にする。検索したいキーワードを入力することですぐに編集したいスクリプトを編集できる。半透明な図形を描いたり、16進数で色を決めたりすることができる。その他、ペイントエディターにはたくさんの機能がある。ターボアップではアドオン設定をすることができる。 画面上で表示されていない拡張機能の追加の有無について設定し細かい内容を定めることができる。ターボアープをデスクトップ上で利用できる。オフラインでも動作する。ターボアープではスクラッチと同様に HTML 形式の埋め込みコードがある。コードは下記の通りである。 eFrame SRC イコール https コロンスラッシュスラッシュ turbowarp.org スラッシュスクラッチのプロジェクト IDEmbedWidth イコール 499Hight イコール 416AloudTranspairLensy イコール TrueFrameBorder イコール0スクローリングイコールのアロフルスクリーン EFrame ターボアープ2021年9月11日閲覧 ありがとうございます。